1913年にフランシス・ウィメットを担いだ群衆の前に白タオルを首に巻いているのがロワリー。エドワード・エドガー・ロワリーは米国人、キャディ、アマチュアゴルファー、億万長者の事業家。ロワリーは10歳だった1913年、ザ・カントリー・クラブで開催された全米オープンゴルフ選手権でフランシス・ウィメットがハリー・バードンとテッドレイを プレーオフの末に破って優勝した際にキャディを務めたことで知られている。ロアリーとウィメットがフェアウェイを一緒に駆け抜ける姿を映した象徴的写真は米国ゴルフ史上最も記憶に残るものになった。全米ゴルフ協会の100周年記念のロゴとしてもまたブルックラインに建てられたマーク・フロストによるウィメットとバードンの勝負や その結果としての近代ゴルフの誕生を描いた電気的小説ザ・グレイテスト・ゲーム・エバー・プレードの表紙にもなった。この小説はディズニー映画により映画化されジョシュ・フリッターが演じたロアリーが主役として描かれた。ロアリーとウィメットは修正友人関係を保ちウィメットの葬儀ではロアリーは棺の付き添い人の一人を務めた。ローリーはマサチューセッツ州ニュートンで アイルランド移民であったジョンとマリア・ローリーの間に第五子として生まれた。彼はカリフォルニア州サンフランシスコに移り、ケン・ベンチュリ、ハービー・ウォード、トニー・レマなどの著名なアマチュアゴルファーをサポートした。ロアリー自身はサンフランシスコのリンカーン・パークでプレーした。1984年にカリフォルニア州リバーサイド郡で死亡し、カリフォルニア州 パシフィックグローブのエルカーメロ墓地に埋葬されている。彼はサンフランシスコの自動車ディーラー業で成功し100万長者となった。ロアリーとボブホープは友達で二人とも1951年の全英アマチュアでプレーした。彼は二人の従業員などの若いアマチュアゴルファーの支援者となった。1956年に彼はこれら二人のアマチュアと二人のゴルフプロ。 ベン・ホーガンとバイロン・ネルソンによる親善試合開催を企画した。サイプレスポイントクラブで行われたこの4ボールマッチでアマチュアチームは前線したが最終的にはプロが1アップで勝利した。ベンチュリは数年後新聞でこのマッチについてこれまで見た中で最高のゴルフだったと語った。この試合の内容はマーク・フロストの2007年の著書 ザマッチで詳細に描写されているローリーはまた、全米ゴルフ協会の実行委員会にも加わっていた。ハービー・ウォードに対する彼の支援が問題を引き起こした。ロアリーは認められていない経費を、控除申告していた。ロアリーの USGA の専門知識を信頼していた、ウォードは、前年及び、前前年の全米山王に連覇中だったが、1957年に、 アマチュア資格を取り消されてしまった。ありがとうございます。